皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、お腹引っ込めたい人、腹筋鍛えたい人、どっちの方にもおすすめなデッドバグの応用編として、ランページバグというのを紹介していきます。今回の腹筋はたったの20秒でお腹の内側外側全部効きます。なおかつめちゃくちゃやり方が簡単なんです。お腹に効かすのって上体を起こす、足を起こす、どっちも起こして止まっとく、いろんなやり方があるんですけども、お腹に力を入れるときってお腹以外に力が入ってしまうと力が逃げてしまうんです。そこでコツとしては、とにかくお腹に力入れる、お腹以外の力を抜くっていうのがポイントなんですが、お腹の力が弱い人ほどお腹以外に力が入ってしまうんです。そこで今回は手も足も力を抜いた状態で行えるので、お腹の奥にしっかりお腹に力入れれば、お腹の表面にも力が入る、どっちの方にもおすすめです。それでは紹介します。腹筋っていうのは自分でとにかくお腹に力を入れなければいけません。よく腹筋効かないよって方はお腹に力が入ってないんですね。握力と一緒で、軽く握ることもできれば強く握ることもできます。腹筋もあまり力を入れないように行うこともできれば、お腹にしっかり力を入れて行うこともできます。これは自分がとにかく追い込まないといけないです。その意識をまず身につけていきます。うつ伏せに寝た状態で肘をつきます。こっから膝ついたままお尻を上げて、お尻をキュッキュッと締めます。これをまず20秒間やってから、ランページバグやっていきます。それではいきます、スタート。これでとにかく腹筋を締める感覚を身につけてください。お尻をグッと締める、おへそを下から上向ける感じの動きです。はい、 OK。 それでは本番に入っていきましょう。上向きで寝て行います。ブラ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 ーと力を抜きます。手と足を上に動かすんじゃなくて、腰をくねくね動かす感じで手足を振っていきます。これで20秒キープです。お腹へこませたい人は息を長く吐く、腹筋鍛えたい人は息をあまりふーっと吐かずにぐーっとお腹に力を入れてから行ってください。これを20秒やっていきます。それではいきます、スタート。こういう感じでね、手と足の力を抜いて、上体しっかり起こして、ブラ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 ー、あー効いてきた、ブラ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 ー、はい、 OK。 あーうわー、これは1セット目から効く。あと2回いきましょう。頑張っていきます、スタート。ブラブラ、とにかくね、力を抜いて、足もね、できるだけ低く頑張って、あー、きて、 OK。 あー、どうですか皆さん、お腹がね、ヒューってなってればバッチリ。あと1回、しゃー、いきますよ、スタート。よし、ラスト、体振りまくって、うわぁ、きつい、3回目やばい、うわぁ、うわぁ、あぁ、うわぁ、いて、うわぁ、お疲れでした。いや、これね、朝やったら目が冴えますね、これね。もう、目覚めに最高。これ夜やっちゃうと眠れなくなっちゃうかもしんない。ということで、今回は手と足の力を抜いて、お腹にしっかり効かす腹筋メニューでした。やってみたよーって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。